本日最速泉山 23.815 秒。はい、広瀬選手 OK。 さあマーシャルは、モディファイドの最終ヒートの方お願いいたします。はい、最終コーナー止まってます。はい、ポンダー変わってなければ通らなくても大丈夫です。はい、モディファイの最終ヒートの方マーシャルお願いします。はい、全車ポンダ OK。 さあ暫定 TQ タイムは泉山選手の27周2秒です。モディファイの方マーシャルお願いします。奥、とりあえず奥。はい、出走順泉山選手、高瀬選手、広瀬選手の順でスタートしてください。それではスタートします。予選2回目5分間です。泉山選手、高瀬選手、広瀬選手、さあまず泉山選手が11秒3で帰ってくる。そのタイムを上回ってこれない高瀬選手。広瀬選手が2番手です。泉山、広瀬、高瀬。さあ2周目、泉山選手が11秒フラット、高瀬選手が11秒3、広瀬選手が11秒1です。順位変わらず泉山、広瀬、高瀬。さあ高瀬選手はここで1人10秒台入れてきました。10秒83、2番手。さあまだこの時間帯10秒台は2番手を走る高瀬選手1人。さあ泉山の高瀬のトップ争いは100分の6秒、広瀬選手が0秒1です。広瀬選手11秒フラット。前の周1分経過。さあここで広瀬選手11秒01、自己ベスト更新です。さあトップ争いは泉山対高瀬、その差が0秒03、広瀬選手が0秒3後方です。前者が27から28も狙えるかというペース。さあこの周高瀬選手が逆転トップです。泉山選手が0秒2後方。さあトップ高瀬選手は今操縦台の前、まもなくストレートに入ってきます。さあレースは10周目に入っていく。高瀬選手がトップ、泉山選手が0秒5後方、3番手広瀬選手が1秒後方。さあ前者が予選1回目のタイム破ってくるペース。高瀬選手が11周目トップを守っています。さあただ泉山選手もペースを取り戻してきている。0秒1トップ争い、広瀬選手も遅れていない。1秒から1秒1ぐらい。さあレースは2分20秒経過したところです。さあこの周は泉山選手か、ちょっと見てみましょう。レースは14周目に入っていく。泉山選手が再びトップ、高瀬選手が0秒2後方2番手、広瀬選手が1秒です。前者が同一周回でレースを引っ張ってます。さあただね、高瀬選手ですね、10秒70のベストを2番手のマシンが持っています。さあレース後半に入っていきます。2分50秒経過。高瀬選手が0秒6後方2番手。おっと高瀬選手ちょっとパイロン乗りましたが大丈夫ですか。差が一旦広がっている模様。いや泉山選手もミスがあった。0秒3、差が縮まっている。さあまずは、1番手スタートの泉山選手が18周目に入っていく。高瀬選手が0秒5後方です。広瀬選手が0秒6、3台が 1.2 秒の中に入っている。残り90秒になります。さあ前者が予選1回目の TQ タイムを破るペース。広瀬選手もまだチャンスがあります。
さあ 1.5 秒の中に3台、泉山選手が21に入っていく、高瀬選手が0秒12、ほとんど差がない、広瀬選手が 1.1 秒後方、前者が27周予想、予選1回目の PQ タイムを超えるペース、残り時間がちょうど1分。さあ高瀬選手が100分の3まで来ている、前の周、さあこの周逆転しました、高瀬選手が再びトップに立つ、残り時間が間もなく40秒、レースは24周目、残り3周です。高瀬選手がトップを守っている TQ ペース、大時計は残り30秒です。さあ25周目に入っていく3台、残り2周、高瀬選手がトップを守っているが泉山選手を迫る。さあ今ちょっとパイロンに高瀬選手が乗ってしまった、まだトップ守ってます。さあ高瀬選手はもう1周あります。ああここでちょっと当たったが自力で戻れた、泉山選手はこれが最終だと思います。高瀬選手も最終周に入っていく、大時計はここで5分、前者が最終周に入っている、泉山選手ゴール、高瀬選手ゴール、残念、高瀬選手2番です。3番手が広瀬選手、前者が27周回ってみせました。予選 TQ は泉山選手、高瀬選手が2番手、3番手が広瀬選手。はい、それではここから 13.5 ですね。なんかくれるんですか。はいはい、ちょっと待ってよ、よいしょ、 13.5、 よいしょ。さあコースオープンしました。 13.5 ですね。加納選手、松島選手、岩井啓太選手、森田選手、広瀬選手、菊池選手、岩井選手。さあ暫定 TQ タイムは加納選手の48周1秒です。ただトップ3、松島、岩井啓太も同じく48周回っています。はい、ポンダー変わってなければ通らなくてもいいです。皆さんもっと団子状態に、さっきね1列に並んじゃったんで、お尻とくっついちゃったんで、横1列に並ぶ感じでいきましょう。はい、ポンダー変わってなければ通らなくてもいい。マーシャルは今走った方お願いします。 F1とボランティアが必要。いいですか、稲本さん。ありがとうございます。じゃあここでいいですか。うん。山友さんやってくれる？ありがとうございます。はい、それではスタートします。よいしょ。出走順が予選1回目の成績順に変わっています。加納選手、松島選手、岩井選手、ごめん、岩井啓太選手、森田選手、広瀬選手、菊池選手、最後に溝の口の岩井選手でいきます。それではスタートします。8分間です。加納選手、松島選手、岩井選手、森田選手、広瀬選手、菊池選手、岩井選手。おっと、岩井選手がちょっとミスったか。まずは松島選手が帰ってくる、9秒7で帰ってきた。それを破ってくるマシンは1周目いないのか。加納選手がミスった模様か。さあ1周目はトップは松島選手です。岩井啓太選手が2番手につけている模様。さあファーステストをマークして松島選手がどんどん逃げてきます。2番手が岩井選手だと思いますが、早くも2秒以上の差をつけられている。はい、ありがとう。松島選手は今操縦台の前、菊池選手の後ろから来ます。2番手が岩井選手、白のボディ、3番手が森田選手、4番手菊池、5番手が加納選手の模様。さあ大時計まもなく1分になります。さあ松島選手が驚異的なペースですね。予選1回目のタイムを大幅に破ってくるペース。2番手が岩井啓太、3番手菊池、4番手森田、広瀬、加納、岩井と続く。さあ加納さん、ありがとうございました。
さあ、加納選手は4番手ぐらいまで上がってきてから、森田選手と今4番手争いしてます。加納選手1分30秒になります。菊池選手前の周9秒61ベスト。さあ、レースは10周目からに入っていきます。さあ、もう松島選手は一人旅です。バックマーカーが出てきます。岩井選手の後ろから来ます。トップのマシン広瀬選手 9秒9ベスト。森田選手も9秒9ベスト。さあ、2番手が菊池選手、3番手岩井啓太、4番手加納、5番手森田、6番手広瀬、最後尾に岩井選手です。2分経過。さあ、岩井さん来ます。トップ、はい、ありがとうございます。広瀬さんそれトップ。松島選手は現在トップ。2番手が菊池選手、菊池選手は今加納選手の後ろ走っている。3番手が岩井啓太選手、ホワイトのカラーリング、はい、ありがとう。広瀬さんありがとうございます。さあ、加納選手は岩井選手と3番手争いします。前に見える岩井選手をまずは抜いていかないことには話にならない。おっと、ありがとうございます。さあ、岩井選手は加納選手についていきたい、直接3番手争いしています。そのマシンと2分40秒経過。もう松島選手は一人旅です。暫定 TQ タイムを大きく2周から3周破ってくるという、現在ペースです。さあ、動き3分経過。さあ、2番手は、ね、菊池さんです。菊池選手は今ね、総合順位で加納選手と2番手争いしてます。菊池選手はもうちょっとペースアップしそうです。総合2番手を争っています。さあ、このヒートの3番手が岩井啓太選手、そして4番手に加納選手がつけている。さあ、この週加納選手が前に出たか、3番手に浮上したものを0秒2後方、岩井選手4番手、5番手森田、6番手広瀬、最後尾に岩井選手です。3分30秒経過。さあ、加納選手は今度菊池選手とこのヒートの2番手争い、その差がちょうど3秒。菊池選手は今ストレート入っていったところです。一方、加納選手はまだインフィールドですね。ただ加納選手すごいペースがいい、菊池選手にどんどん迫ってきている模様。その差が 1.6 秒。菊池対加納の2番手争い、4番手岩井啓太、森田、広瀬、岩井と続く折り返しの4分です。さあ、菊池選手の後ろから来ます。トップ、ありがとうございます。さあ、ただ菊池選手は今加納選手と2番手争いしてますね。さあ、加納選手が一気に菊池選手を捉えた模様、2番手に上がってきた。松島、加納、菊池、岩井啓太、これがトップ4です。さあ、4分30秒経過している。松島選手が29周目に入っています。総合トップですね。50周予想です。そして2番手に、レース序盤ミスがあった加納選手がつけている。3番手に、いや、この週菊池選手が再び2番手浮上。加納選手が100分の何秒というオーダーで3番手。さあ、この週は加納選手が2番手、3番手菊池、岩井啓太が4番手、 4.8 秒の差です。5番手森田、広瀬、岩井と続く。さあ、操縦台の前、あれは広瀬選手ですね。なかなかいけませんね。はい、お願いします。ゆっくりでいいよ、うん、はい、 OK。さあ、トップ松島選手は今ストレートエンドからインフィールド、操縦台の前です。森田選手の後ろから来ます。トップ5分30秒経過。2番手が加納選手、3番手菊池、4番手岩井選手、岩井啓太選手、森田、広瀬、岩井と続く。5分50秒経過。さあ、松島選手がレースを引っ張っています。37周目から8周目に入ろうかというところ、ゴール予想は1人50と表示されています。2番手が水色のカラーリング加納選手、トップとは1周の差をつけられているが、この日と2番手、3番手菊池選手が加納選手との差をかなりつけられて、もう後ろまで来られてますね。菊
菊池選手は現在3番手、後ろから来る加納選手と2番手争いしているが3秒の差をつけられている。残り90秒。はい、ありがとうございます。広瀬選手後ろからトップが来る。若干ペースが落ちたものの松島選手 TQ ペースを守っている。49周1秒ぐらいで帰ってくる。加納選手の予選1回目48周破るペース、このヒートのトップ松島選手43周目に入ってきました。残り6周。加納選手はこのヒート単独2番手、このポジション守れば、予選総合2番手決めます。菊池選手はこのヒート3番手、岩井啓太選手が4番手、森田、広瀬、岩井と続く。さあ残り時間お時計45秒。さあ岩井、溝の口の岩井選手後ろからトップ来ます。 TQ をかけた車、はい、ありがとう。さあ松島選手はこれでしばらくクリア続きそうです。残り大時計30秒。さあ松島選手は TQ までまだ1周の余裕を持っています。47周から8周目に入っていく。もう1周できそう。残り大時計10秒。単独2番手加納選手、菊池、岩井啓太、森田、広瀬、岩井です。さあ大時計はここで8分。まだゴールしない。はい、岩井啓太選手はゴール、松島選手トップゴール、 TQ 確定です。加納選手2番手、森田選手がゴール、菊池選手、あと岩井選手、全車ゴールです。 TQ 決めました。松島選手が49周4秒、総合2番手は加納選手、3番手岩井啓太選手、4番手が菊池選手、5番手森田、6番手広瀬、7番手が溝の口の岩井選手。13.5 やりましたので次が JM ですね。はい、例によってポンダー変わってなければ通らなくても大丈夫。はい、アルガ選手 OK、駒田選手 OK、 モラス選手、伏見さん読んでないよ、伏見さん今読まなかったよ、読んでない。あとそうですね、これ連続の岩井啓太選手と菊池選手がいるので焦んなくていいですよ、ゆっくり行きましょう。マーシャル先ほど走られた方お願いします。はい、駒田選手のあたりにみんなブロックで固まってください。あとポンダーは岩井啓太選手、伏見選手、菊池選手、変わってなければ通らなくてもいいけど、まあ その辺でいいですよ、うんうん、はい、これが岩井啓太選手 OK、菊池選手も OK。 さあ伏見選手確認できたらスタートします。みんなもっと前に行ってスタートライン、うん、後ろだとね詰まっちゃうんで、すぐ来ちゃうんで、もっともっと前です、もっと前です、もっと前です、そうそうそう、そのぐらいですよ。はい、電気ついてた広瀬さん大丈夫。あ、本当いいっすか。はい、変わってます、言います、うん、ちょっと待って、うん、ちょっと待って、伏見さんが通ってからやる。1番スタートが駒田選手、2番岩井啓太、3番手諸橋、4番手伏見、5番手菊池、6番手アルガ、7番手北田、最後尾から泉山選手。駒田、岩井啓太、諸橋、伏見選手は今来ます。これで通って来た、はい OK です。
駒田、岩井啓太、諸橋、伏見選手前、5番手菊池選手、6番手がアルガ選手黄色、7番手北田選手、はい、そして最後尾から泉山選手。はい、加納さんありがとうございます。8台フルグリッド予選、暫定 TQ は駒田選手の51周0秒となっています。それではスタートします。8分間です。駒田選手、岩井選手、諸橋選手、伏見選手、菊池選手、アルガ選手、北田選手、泉山選手。さあ、まず駒田選手が、いや、諸橋選手はすごいタイムで帰ってきたぞ。諸橋選手か、いや、菊池選手はトップです。さあ、駒田選手は1周目様子を見たのか。2周目駒田選手がファーストテスト8秒985をマーク、1人8秒台をマークしている駒田選手。ストレート、伏見さん止まってるね、これ。はい、クリアです。トップは駒田選手、2番手にアルガ選手かな、3番手諸橋、菊池、岩井、伏見、北田、泉山の模様。さあ、泉山選手ボディ吸っちゃってるかな、大丈夫か。あー、ちょっと調整が必要ですね。さあ、トップは駒田選手です。変わらない。ここは2番手にアルガ選手が 1.1 秒、3番手岩井啓太、諸橋、菊池がすぐ団子状態、単独5番手が、6番手が北田選手、伏見選手もマシンを止めてしまった。コース上が6台になっています。さあ、トップは駒田選手です。今操縦台の前、菊池選手の後ろから来るのはトップ。さあ、ちょっと乗り上げしまった。岩井選手が単独、失礼、アルガ選手、イエローのマシンが2番手。さあ、アルガ選手が帰ってくるとトップの差が分かります。その差が0秒7、駒田対アルガ。3番手岩井啓太 1.5 秒、0秒3で菊池、0秒7で諸橋と続く。さあ、北田選手が今菊池選手の後ろから来ます。さあ、アルガ選手の後ろ、ま、いや、まだですね。アルガ選手は今2番手、トップまで 1.5 秒です。アルガ選手は今ね、総合2番手ペースです。さあ、菊池選手がこけてしまった。これで順位が変わってくるか。駒田、アルガ、ここは変わってないですね。岩井啓太3番手も変わってない。諸橋選手が4番手、5番手菊池、北田選手が6番手となっている。51周0秒。さあ、前の週ベスト持ってきたのは北田選手で9秒80、現在6番手。さあ、2番手アルガ選手も予選1回目の駒田選手のタイムを破るペースです。駒田選手に何かを行かせましたね。何かあればまだチャンスがあります。さあ、コース上トップは駒田選手、2番手アルガ選手ラップしてきましたね。3番手が岩井啓太選手、4番手菊池、諸橋、北田と続いている。コース上6台です。3分経過。さあ、アルガ選手ちょっと接触があったか。岩井啓太選手に前に行かれる2番手。さあ、こうなると岩井啓太選手が総合2番手の可能性がある。さあ、アルガ選手は岩井啓太選手まで0秒3です。岩井啓太選手はホワイト一色、3番手アルガ選手が黄色一色です。はい、ありがとうございます。北田さん、ありがとう。そして諸橋選手は5番手、菊池選手が4番手です。さあ、甲子園一番近いのは岩井啓太対アルガ。これが何秒だ、0秒47です。この2人が総合でも2番手争いをしている模様。さあ、大時計まもなく折り返し地点になります。駒田選手はレースを引っ張る、自身の予選 TQ 暫定タイム破るペース。このまま行くと52見えてきます。現在27周目を走行中、トップの駒田選手。さあ、一方2番手争い、岩井選手対アルガ選手、これが
0秒4ですね。先ほどと差が変わらない。総合で2番手争いをしているこの2台。さあレースは4分30秒経過しています。さあ岩井選手にミスがあったのか、アルガ選手が2番手と表示されています。3番手岩井選手が0秒9、4番手菊池選手が3秒8です。5番手が諸橋選手3秒5、6番手北田選手。さあアルガ選手がちょっと乗り上げてたのか、岩井選手とまた差が詰まってくると思われる。大時計5分経過、残り3分です。あ、先ほどアルガ選手ちょっとミスがありました。その裏で岩井選手もミスってましたね。アルガ選手2番手です。アルガ選手ここ守れば総合2番手です。さあここでベストを持ってきたのは北田選手、9秒645現在6番手。さあ岩井啓太選手は逆に4番手菊池選手に詰め寄られている、0秒7。さあ菊池選手は岩井啓太選手をかわせば総合3番手までは見えてきます。ただ岩井選手もタイムを取り戻してますね。菊池選手より若干早いタイムを刻んできている。5分50秒。さあトップ駒田選手が今ストレートエンドがインフィールド入ってきました。岩井啓太選手の後ろから来る。1人52周ペースを守っています。現在39から40に入るところ。残り12周ですね。さあ単独2番手はアルガ選手、50周2秒なんでこれでいけば総合2番手です。そして一番近いのは総合順位でも3番手争いしている菊池対岩井啓太。今この時間帯は菊池選手が総合3番手ペースですね。岩井選手はもうちょっとペースアップはしよう。そして単独5番手諸橋選手、総合でも5番手ペースですね。このヒートの6番手北田選手。さあ6分45秒経過。さあ駒田選手はペース落とさないですね。1人52周ペース。アルガ選手も総合2番手ペースを守っています。さあそしてこのヒートの3番手菊池選手は総合でも3番手。岩井啓太選手がだんだんペースが落ちてきているようです。このままと総合順位でも諸橋選手に前を行かれる可能性がある。さあ残り45秒来てます。大時計トップ駒田選手が帰ってくる。48周目。お、危なかった。さあ駒田選手は今操縦台の前からインフィールド抜けてストレートよ50周目に入ってきます。残り2周、大時計は残り15秒。さあアルガ選手も総合2番手ペースを守っている。さあ菊池選手は総合3番手ペース、ここは大切なところ。ただ前に岩井選手がいる。さあ大時計ここで8分です。菊池、諸橋、岩井啓太ゴール、駒田選手 TQ です。アルガ選手も総合2番手入った。はい、北田選手まだだよ、北田選手まだだよ。はい、全車ゴールです。予選総合 TQ は駒田選手、2番手アルガ、3番手菊池、4番手に諸橋選手、5番手が岩井啓太、6番手伏見、7番手が北田選手、8番手泉山選手となりました。はい、それではモディファイドクラスの1組目ですね。今コースオープンをしますので、ちょっと待って、モディファイドのはい、ストレートエンド止まってます。ストレートエンド1台止まってますよ。ストレートエンド、はい、松島選手ポンダ OK、 稲本さん OK、 ヤッキー選手 OK、
長谷川選手 OK、 残る堀選手と大和の選手、はい堀さん OK、 おっとっとストレートエンド1で止まってます、はいはい、ストレートも止まってますんでね、全速走行はやめてください。あと大和さん待ちます、さあ松島さんもっと前でいいですね、もっと前で、うん、もうちょい前で、あ、その辺でいいです。あと大和さんが来たら、今もうストレート止まってます、はい、それで先ほど走られた方はマーシャル入ってください。泉山さんこっちでいいかい、あと山友さんね、はい OK です、全勝 OK、 それでは並べてあげてください。堀選手がトップスタートです。2番手がヤッキーさん、あの2列に並べちゃって、うん、ヤッキーさん2番手、3番手が松島選手、ここまでが前列ね、で4番手スタートが稲本選手白、5番手が大和さん白赤、そして最後尾から長谷川選手が行きます。堀、田中、松島、稲本、山口、長谷川の順です。マーシャルもいいですね。それではモディファイドクラス予選2回目1組目スタートします。堀選手、田中選手、松島選手、稲本選手、山口選手、長谷川選手、さあまず堀選手が帰ってくる、9秒6、さあそれを破る選手はいない、いないいない、いや長谷川選手は1周目トップ、9秒2で回ってきた。さあトップを走った長谷川さんの、いいよ大丈夫ですよ、いいですよ、ちょっとミスってしまったのよ。さあトップは誰なんだ、堀選手か、いや松島選手です。ただファーストテストヤッキー選手のマーク、8秒743、3番手のマシンがファーストテスト、さあ順位を整理します。おお、この週稲本選手がトップ、堀選手2番手、松島、田中、山口、長谷川ローダー、さあ堀選手がファーストテスト8秒618、ただこの週堀選手にミスがありました。松島選手がトップか、そうです、稲本、田中、堀選手、ここはトップ4、山口選手が5番手、6番手に長谷川選手、1分経過、さあヤッキー選手が再びファーストテストをマーク、8秒481、4番手のマシンが一番速いタイムを刻んでいる。ただトップは松島選手です。2番手稲本、堀、田中、山口、長谷川選手、さあここで最後尾長谷川選手がファーストテスト8秒342をマーク、すごいタイムが出てます。さあトップは変わったか、山田、変わってないです、稲本選手がトップ、松島選手が0秒1、3番手堀選手が2秒9、4番手が長谷川選手が4番手まで来た0秒9、5番手山口0秒3、6番手が田中選手です。2分経過、さあまだ全車が同時周回です。ここでベストは田中選手8秒39、さあ長谷川選手がこのヒートでは一人驚異的なタイムを連発している。まだね3番手ですが、すごいペースで前、稲本、松島選手を追っています。2分20秒経過、さあこれベストは松島選手8秒420、田中選手が8秒339、堀選手が8秒48、ベスト松島選手がファーストテスト更新8秒296、トップのマシン、さあ松島選手がファーストテストをマークしトップに立ちました。稲本選手が2番手、さあそして3番手が長谷川選手、前2台は2秒3の差、そうですね、4番手が田中選手、5番手堀選手、6番手が大和選手、3分経過、さあ予選2回終えて
今日はね勝ち上がりがありませんので、これで A メイン B メインが決定してしまいます。おー、さあどうなんだ。順位に変動はないですね。松島選手はトップ、2番手稲本、3番手長谷川、変わらない。ただ長谷川選手は稲本選手まで0秒6というところまで来ている。稲本選手は白一色のカラーリング、今ストレートに入っていく。これが2番手の稲本選手、そして山友選手、後ろから長谷川選手、3番手が来ます。4番手がヤッキー選手、堀選手、山友選手と続く。さあ上位予選 5番手までが A メイン確定となります。さあここでレースは折り返しです。松島選手がトップで帰ってきている。28周目、2番手稲本、3番手長谷川選手、長谷川選手は稲本選手まで1秒22秒遅れて、ヤッキー選手が4番手、5番手堀選手7秒56番手が山友選手です。4分30秒になる。さあただ堀選手はね1回目トップゴールして55周回ってるんですよね。この周トップの松島選手はそれに迫れるかというところですね。堀選手はちょっとこのヒートは失敗がありましたが、総合ではまだ6番手ペースですね。予選1回目のは効いています。松島選手は現在トップ33から34に入ります。さあ1台ここで長谷川選手がマシンを止めてしまった模様。さあ松島、稲本、そして田中選手が3番手。さあ田中選手は前チームメイトの稲本選手を追っている。前の週1秒切っていたが、この週どうだ、0秒732番手争い、稲本対田中0秒7です。4番手堀選手が7秒7、そして5番手が山友選手です。さあ1台弾かれたのはあれはトップの松島選手です。ただ稲本選手とは差を結構広げてたと思うんで順位は変わらないと思います。5分30秒経過している。さあ順位は変わってない。松島、そして稲本、田中です。ただこの3台が2秒の中に入ってきた。単独4番手が堀選手、6秒差、5番手が山本選手。大時計まもなく6分となります。さあやはりね予選1回目の堀選手の55周、このヒートでは敗れるマシンはどうやらいないかもしれませんね。さあ稲本と対ヤッキー、これが0秒29です。2番手争い、ヒートの2番手争い。さあヤッキーさんが来ます。100分の7秒、残り90秒。さあこの周まだ稲本選手は2番手守っている。田中選手が0秒24後方、山本選手が飛んでいた。現在5番手、堀選手が4番手です。さあ6分50秒経過、残りが70秒。ああ堀選手はマシンがおかしいのかスローダウンしてますね。ただ予選1回目のタイムを持っています、堀選手。さあ激しかった2番手争いもヤッキー選手が車をふらついちゃってますね。稲本選手にん？稲本選手1回飛んでましたね。ヤッキー選手は1回2番手に上がっている。残り40秒、稲本選手が0秒8でヤッキー選手を追っています。4番手堀選手が 2.5 秒、山友選手が5番手と続いている。残り30秒時計。さあこの週は稲本選手が2番手、ヤッキー選手が3番手0秒2、4番手堀選手が3秒、残り15秒切っている。トップ松島選手が52から53入るか、入りましたね。これが最終週、いや松島選手もう一周あるかもしれない。大時計はここで8分です。松島選手ゴール53周0秒、田中選手ゴール、山友選手、稲本選手、堀選手ゴール、全車ゴールです。
さあ、堀選手は総合6番手です。7番手が田中静夫選手、8番手松島選手、9番手稲本選手、10番手大和の選手、11番手長谷川選手となりました。はい、それでは予選2回目、予選の最終ヒートですね、モディファイドクラスの2組目、清水選手、篠宮選手、山本選手、吉田選手、斉藤選手。はい、清水選手 OK。山本選手 OK。斉藤さん OK。吉田選手 OK。あとは篠宮さん。あ、取んなくてもいいよ。変わってないんだったら。はい、それでは計測ライン近辺に集合してください。並べてもらいます。清水選手がトップスタート。うん。もうちょっと向こう。もうちょっと向こう。うん。はい。清水選手はトップスタート。2番手篠宮選手。3番手スタートが山本選手。うん。4番手が吉田選手、5番手が斉藤選手です。清水、篠宮、山本、吉田、斉藤、この順番でスタートしてください。現在の TQ タイム、清水選手の58周4秒となっています。それではいきます、予選最終ヒートです。8分間、清水選手、篠宮選手、山本選手、吉田選手、斉藤選手。まず清水選手が8秒7、これを破ってくる選手はいない。さあ8秒台をマークして清水選手は1周目トップです。まだ8秒台は清水選手だけか。さあ2番手が篠宮、いや斉藤選手が2番手、篠宮、吉田、山本。さあここで清水選手がファーストですとか、そうですね、8秒113をマーク、トップのマシンです。2番手篠宮、いや2番手に斉藤志郎選手が上がってきた。3番手篠宮、吉田、山本続く。さあ斉藤選手がトップに肉薄してくる。斉藤選手がトップに立った模様か。ほとんど差がありません。斉藤選手と清水選手でトップ争いしている。1分経過。さあここで5番手山本選手がファーストですと、7秒台1人入れてきました。7秒987。さあ斉藤選手が帰ってくると順位が確定する。清水、斉藤、篠宮、吉田、山本です。さあ斉藤志郎選手はトップまで0秒2、清水選手と0秒2です。さあこれベストは吉田選手、8秒02、現在4番手篠宮選手と 0秒9。篠宮選手は現在3番手、志郎選手まで0秒2です。さあ清水、篠宮、吉田、斉藤、このでトップ4はですね、全車58周回ってくるという予想。トップ4は全部予選1回目の清水選手のタイムを超えるペースです。このヒートの勝者が TQ となりそう。さあ山本選手は再びファーストですと、7秒903をマーク、現在5番手です。さあトップ清水選手変わらず、篠宮選手が2番手、3番手吉田、4番手斉藤、5番手山本選手、志郎選手が8秒09ベスト、現在4番手。さあ篠宮選手は2人目の7秒台入れてきました、7秒948、現在2番手、トップ清水選手まで1分の7秒。トップは清水選手、2番手が篠宮選手、3番手吉田0秒5、4番手が斉藤選手、5番手が山本選手となっています。大時計3分経過、残り5分。さあ清水、篠宮が1分の9。
斉藤志郎選手、ちょっとポンダーが弱くなってますね。一周取ってなかったんで修正しました。4番手です。さあ篠宮選手、清水選手、あ、篠宮選手トップ変わってる模様ですね。篠宮選手がトップ、0秒3後方清水、3番手が吉田、斉藤、山本続く。さあこうなってくるとどうだどうだ。今時計は3分45秒経過したところです。さあ篠宮選手がトップです。 TQ ペース、59周ペース。2番手清水、0秒04。3番手が吉田選手かな、見てみましょう。清水さんが帰ってくると分かる。3番手が吉田選手、100分の3秒。4番手が斉藤志郎選手、6秒。最後尾に山本選手です。さあトップ3、篠宮、清水、吉田、これが予選1回目のタイムを超えてくる3台。4分30秒になります。さあただ篠宮選手がタイムがちょっと落ちて、いや吉田選手が早いんだ。吉田選手がトップを伺ってるかどうだ、ちょっと整理します。吉田選手が帰ってくると、吉田選手はこの週トップ、清水、篠宮と続く。これが0秒7から8の中に入ってます。3台、斉藤選手が4番手、5番手が山本選手。さあ依然としてトップ3台は、TQ ペースです。5分10秒経過。さあ吉田選手がトップ、清水、篠宮と続く。0秒7の中に3秒が入ってます。さあ清水選手が8秒3、篠宮選手が8秒4、吉田選手が8秒2で回ってきています。ここで斉藤志郎選手がベスト、8秒065、現在4番手。5分30秒経過している。さあトップ争いは吉田対清水、100分の何秒というオーダー。ただ篠宮選手もそのすぐ後ろにいます。依然としてトップ3台、吉田、清水、篠宮、 TQ ペースです。大時計6分になる。レースは44から45に入っていきます。さあこの週清水選手がトップ、吉田、篠宮。さあ6分20秒になります。さあ吉田選手ちょっと見せたが、篠宮選手が2番手浮上、トップまでは0秒7。トップは清水選手、0秒7で篠宮選手、3番手が吉田選手、斉藤志郎選手、山本選手と続いています。残り時間90秒切ってる。さあこれで TQ のペースを破っているのはトップ2台、清水、篠宮、この2台です。トップ争いは清水対篠宮、0秒4。吉田選手が3番手、4番手が斉藤選手、山本選手と続く。残り時間1分。さあ予選1回目の58周4秒、これを破ってきそうなのはトップ2台、清水、篠宮選手です。現在53周目に入っていく。残り5周、トップ争いは0秒3から0秒4。さあこのヒートの、4番手斉藤選手は総合順位で今山本選手と4番手争いしています。もうちょっとペースアップが必要。さあ残り時間まもなく15秒になる。さあこの週篠宮選手がトップと表示は変わっている。あーしかし篠宮選手から止まっている。さあ残り5秒、清水選手が57から58入ってきました。最終周、ここで8分です。さあ篠宮選手が痛恨のミス、篠宮選手ゴール、吉田選手ゴール、清水選手ゴール、山本選手ゴール。
全チャーゴールです。清水選手が予選2回目のタイムで TQ、 総合2番手篠宮選手、3番手総合吉田選手、4番手が山本選手、5番手が斉藤志郎選手。ここまで A メインです。さあ、決勝はね、19時15分、7時15分から F1 クラスからいきます。6にする ?6 にする あ、そっか、俺勘違いした。すいません、モディファイドクラスね、11人いて A メイン7人、7人です。なので A メインは清水選手、篠宮選手、吉田選手、山本選手、斉藤選手、堀選手、田中選手ですね。失礼しました、 A メイン7人切り、清水、篠宮、吉田、山本、斉藤、堀、田中選手。